東松山橋、東松山橋は、埼玉県東松山市にある時川に架かる、東松山市道80号の橋である。1963年8月に開通した、当時の主要地方道埼玉県道、熊谷武蔵線の橋として建設されたものである。左岸上流側から橋百272メートル、福八8.25メートルの八景間、PEC 単純桁橋である。 共鳴は、東松山市の使命にちなむ。この橋の場所は、明治時代まで、日光脇洋館の、高坂の渡しとして、渡し船が運行されていたが、明治時代に、現在の東松山橋のやや下流の河川敷内に、冠水橋の高坂冠水橋が建設された。この橋のあった場所は、蛇行していた、時川の流路整備工事により、グラウンドになり、遺構は残されていない。 戦後の高度成長期の頃から自動車の交通量が増大し、大型車の通行が不可能で大雨のたびに通行不能となる冠水橋は不便であった。このため、主に上流にかかる埼玉県道344号港、坂上から湖線の空子橋に迂回していたが、遠回りとなるためそれに代わって新しく橋を建設することになったのが、現在の東松山橋である。この橋は、 1961年に建設された福音6メートルのコンクリート橋であったが2005年に欄間交換工事が行われ欄間だけは近代的になった。また歩道が併設されていなかったことから後年上流側に密接して鋼鉄製の歩道専用橋が建設され現行の福音となった。埼玉県道熊谷入間線は1982年に 国道407号に指定され東松山橋は国道の橋となるが2007年に国道407号東松山バイパスの新東松山橋が開通すると東松山橋は国道指定解除され東松山市道となっている河川敷内に旧華道の名残の川跡が残されている東松山市橋梁庁寿命化修繕計画東松山市役所 P5 2017年10月8日時点のオリジナルよりアーカイブ2017年10月9日閲覧 AB 東松山橋1963-8土木学会附属土木図書館2017年10月9日閲覧 ABCD 角川日本地名大辞典11埼玉県714ページ ABCD 残しておきたい 昭和の記憶3ページ。ありがとうございます。